ボロブドゥール寺院遺跡群は、インドネシアのジャワ島中部にある仏教寺院の石像遺跡群で、ユネスコの世界遺産の一つ。ボロブドゥール遺跡前景、ボロブドゥールの円形壇上にある仏塔と仏像、ボロブドゥールのレリーフボロブドゥール遺跡は、中部ジャワの中心都市ジョグジャカルタの北西約 42km に、所在し、巨大な村ピカ山に囲まれた平原の中央に、立地する。 遺跡総面積はおよそ1.5万平方メートル。高さは、もともと42メートルあったが、現在は破損して33.5メートルになっている。シャイレーンドラ町の時代、大乗仏教を報じていたシャイレーンドラ王家によって、ダルマトゥンが王地下の780年頃から建造が開始され、792年頃に一応の完成を見たと考えられるが、 サマラトゥンガ王の時に増築されている。ボロブドゥールは寺院として人々に信仰されてきた建造物であるが内部空間を持たないのが際立った特徴となっている。最も下に一辺約120メートルの基段があり、その上に5層の方形段、さらにその上に3層の円形段があり、全体で9層の階段ピラミッド状の構造となっている。この構造は 仏教の3階を表しているとされる。五層の方形段の円は壁になっていて、露天の回廊が巡らされる。方形段の4面中央には階段が設けられており、円形段まで登れるようになっている。総延長5トルに及ぶ方形段の回廊には仏教説話に基づいた四460面に及ぶレリーフが時計回りに続いている。仏像は、 回廊の壁岸に432体3段の円形段の上に築かれた釣り金状のストゥーパ七72機の内部に1体ずつ収められており、合計では504体ある。レリーフは、その構図の巧みさ、洗練された浮き彫り彫刻の技法、細部表現の優雅さで知られ、仏像とともにインドのグプタ様式の影響が強く認められるとされる。ボロブドゥールのストゥーパボロブドゥールはまた、 その形状から世界最大級のストーパでもある。ストーパとは釈迦の遺骨や遺物などを収めた建造物であるが、ボロブドゥールはさらにその内部にも多数のストーパを有する得意な構造を呈している。ストーパの釣り金状になっている部分は一辺23センチメートル台の石のブロックを交互に積み上げ、中の仏像を廃することができるようになっている。 漆喰などの接着剤の類を一切用いることなく積まれている。ストゥーパ72基は全体では未縁を描くように並び、頂上には釈迦の遺骨を収めたとされる、ひときわ大きなストゥーパがあり、天井を目指している。この中心塔には、大日如来をおかずからっぽにしており、大乗仏教の神髄である、空の思想を強調しているとされ、ジャワ仏教の独自性が示される。 ボロブドゥールは、それ自体が仏教的宇宙観特に密教的宇宙観を象徴する巨大なマンダラと言われ、一説には趣味山を模したものとも考えられている。ボロブドゥールは、その規模と構造の得意性より、アンコールワットと並び、東南アジアの代表的な仏教遺跡とされている。2006年5月27日に起こった、 ジャワ島の大地震で寺院の石塔の一部が崩れる、などの被害を受け、学者軍が調査の後、修復を予定している。ボロブドゥール、ムンドゥ、パオン三寺院の位置関係、ムンドゥ寺院のニョライザ像、ボロブドゥールの東約 3km にあり、道内に安置された三体の石像物で知られる。特に中央のニョライザ像は、その美しさで知られる。入り口の左右の内壁に描かれたレリーフは、 岸も神とビシャモン門ンと考えられている。ボロブドゥールとムンデュッジーンを結ぶ直線の中間地点にパオンジーンがある。一直線に並ぶ、その位置から、この一帯がこれらを含む多数の寺院群で構成された巨大な仏教複合構造物ではなかったのかという推測も持たれている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、登録された。 ありがとうございます。